おはようございます。ようこそお越しくださいました。ゆっくりハムスターのきなりです。今日も占っていきます。少しでもあなた様の一日のアドバイス、きっかけになれば幸いです。それでは早速行ってみましょう。まずはラッキーナンバーとラッキーカラーを出していきます。ラッキーナンバーとラッキーカラーは占い中、僕の上に表示されてます。サイコロの出目がナンバー、サイコロが転げた先の色がカラーです。本日のラッキーカラーは紫、ラッキーナンバーは3です。それでは続きましてタロットカードで占っていきます。シャッフルして2枚のカードを出しています。どちらか選んでいただいてもいいですし、両方の結果の複合でも OK です。アルケミアタロットカードを使っていきます。どちらか選ばれる場合は決めてください。リーディングに入っていきます。約10秒間お取りしました。進めていきます。まずは1枚目めくります。カップの1の逆位置が出ました。あなた様の思いが強すぎるあまり逆効果な出来事を招いているかもしれません。愛情を傾けすぎて、愛する人との関係を台無しにしていないか、振り返ってみてください。栄養を与えすぎると、植物の根を枯らしてしまうように、愛情やエネルギーの注ぎすぎは禁物です。また、不安に駆り立てられるような出来事は、あなたを試しているかもしれません。冷静に対処すれば、予想していたよりも早く解決できるはずです。カップの1の逆位置の意味は届かぬ思い、偽り、不誠実、一方通行の恋不毛な関係。2枚目めくっていきます。ペンタクルの7の正位置が出ました。多くの実りを前にしながら不満げなその表情からは、彼が何かを開墾している様子が感じられます。このままでいいのか、もっとできることがあるはず。そんな思いが心を支配しているのかもしれません。どうすれば、現状をもっと理想に近づけるのか、平穏な暮らしを築けるのかと日夜、頭を悩ませている。あなた様にとって今は試行錯誤の時期なのでしょう。努力が成果をもたらす時だけど単純には喜べない理由があるなど、複雑な心境かもしれません。ペンタクルの7の正位置の意味は試行錯誤、苦悩、進捗への不満、実りはあるが手応えがない、考えていたことと異なる結果。本日の占いは以上になります。少しでもあなた様のお役に立てれば幸いです。気に入っていただけましたらチャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。ぜひまたお越しくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。